明日は東日本から西日本の太平洋側を中心に雨となりそうです。宇野沢さん、今日は日本海側を中心に降っていましたが、明日は太平洋側なんですね。そうですね、太平洋側の方が降りやすくなるかなと、そんな状況になりそうです。まず気圧配置ですけども、こちらですね、こちら明日5月1日水曜日午前9時の予想天気図、まあ、前線上の低気圧少しこう北上する形になるので、まあ、その影響を受けてしまうかなという感じになりそうですね。日本海側の方に関しては高気圧張り出してくるので、徐々に回復傾向、で夜になると今度はぐっと高気圧出てくるんですけども、その南の低気圧の影響を受けるのが、太平洋側という形になりそうです。で明日のこちら降水範囲午前6時からです。天気の分布、青が雨になりますけども、関東朝方ちょっと雨の降るところもあるんですが、これだんだん回復してくる、で一旦また降ってくるような形になります。こちらの方を見ていくと、一日を通じて太平洋側の方が降りやすいかなといった状況となりそうです。でそんな中、特に低気圧に近いところになるんですが、こちら雨の強さでいうと九州南部、それから沖縄ですね、この辺りで一時こう雨が強く降る時間帯が午前中を中心にあるので、まあ、それが注意していただいた方がいいかなと思いますね。明日は東から西日本の太平洋側を中心に雨となるところが多くなります。引き続き詳しい情報につきましては、ウェザーニュースのアプリからご確認ください。